旧南オセチア自治州の地図。園内がツヒンバリの周囲 15km 領域で、グルジアオセチア衝突地帯。ツヒンバリは、国際的合意では、ジョージア国の自治州とされている南オセチアの州都と、される都市。ロシアなど、少数の国は、事実上の独立状態にある南オセチア共和国の、首都として承認している。ダイリアフビ川の下半に広がる。 ジョージアの首都、トビリ市からは約1 0 0トル1990年から1992年にかけての南オセチア紛争の結果、当時のグルジア人住民の多くは南オセチアを離れ、人口も激減していると推定される。1990年から1992年にかけての紛争で、町は分離主義集団と、 グルジア政府軍との交戦の場となり、大きく破壊された。1994年以後、スヒンバリは、欧州安全保障協力機構の監督下で、グルジアオセチアロシア平和維持軍が管理している。スヒンバリの故障は、グルジア語クルチェキンバリーの金書きであり、市での国を意味する。歴史的にもこの名称がよく使われてきた。1934年から1961年までは、 スターリンにちなんでスタリニリと呼ばれていた。現代のオセット人は、グルジア語の主格を意味する語尾の愛をとって、ツヒンワルと呼ぶ。また、公式名称ではないが、チレバと呼ぶ、オセット人も多い。現在のツヒンバリ周辺は、青銅器時代に一度栄えた。発掘された遺物も多く、東グルジアのイベリアや、西グルジアのコルキスの文化の影響が見られる。 19世紀のツヒンバリ、ディール・ドネフによる撮影。ツヒンバリがカルトベリ人の領土となったのは3世紀のイベリア王、アスファガーの時代とよく言われるが、確かな記録としては1398年にカルト領国の一村であったことが知られている。18世紀初頭までツヒンバリは主に僧員の濃度が暮らす国王直轄領であった。1801年ツヒンバリは 残りのカルトリ地方と共に、ロシア帝国に併合される。南高架サスと、トビリ市、シ、堀の交易路沿いの町として栄え、ユダヤ人、グルジア人、アルメニア人、オセット人が住んだ。1918年から20年にかけてのグルジア、オセチア紛争中、グルジア民主共和国の一部として一時的に、ロシアから独立した。しかし1921年から、ロシアの後を継いだ。 ソビエト連邦の侵攻を受け、ソビエト連邦グルジアソビエト社会主義共和国内に、ある南オセチア自治州の州都となった。その後、ツヒンバリの都市化が進んだため、ソ連のこれに座圧や政策の一環として、周辺のオセット人がツヒンバリに呼び寄せられた。主な産業は、林業と製造業であり、後のツヒンバリ州大学となる教育研究所や劇場なども作られている。 1989年に行われたソ連時代最後の国勢調査によると、ツヒンバリの人口は42,934人であった。1989年頃から始まって、現在も続いている南オセチア紛争で、グルジア軍とオセチア軍の対立や戦闘がしばしば行われている。1992年にソチで行われた急戦協定により、少数民族となっていた。 グルジア人の退去が決まり、ツヒンバリはオセット人の町となっている。詳細は南オセチア紛争を参照鉄道市内にはグルジア鉄道のツヒンバリ駅があったが、1991年の紛争による鉄道の運行停止に伴って廃駅となっている。その後は駅跡がバスステーションとして利用されている。ありがとうございます。